はい、花子です。またですか？困るのです。切りますよ。また無言電話？誰からなんだろう。あら、誰かしら。こんにちは、私ひきこ。あら、ひきこ、急にどうしたの？ひっちゃんだ。花ちゃんごめんね、さっきの電話私なの。ひっちゃん、もしかして花子たち何か悪いことした？そうじゃないの。実はスマホをトイレに落としてしまってね、こっちの声だけが拾わなくなったみたいなの。マイクの故障なのかしら。スピーカーは使えるから花ちゃんの声は聞こえたんだけど、それなら何度もかける前に修理に出せばよかったのに。何の嫌がらせかと思ったわよ。あ、やだ、私ったら貞子のスマホにかけているつもりだったのに家の電話にかけていたのね。ナンバーディスプレイがないから誰からの着信だかわからなくて怖かったのよ。それはごめんなさい。じゃあ罪滅ぼしにこんな話をしてあげるわよ。無言電話の犯人。2000年11月、某日、ミレニアムと称した年が終わりを迎えようとしている時期のことだった。はい、もしもし。もういい加減にしてください。またいたずらか？無言電話。このところ毎晩、もう寝不足になるわ。こうすればいいだろう。でも、おばあちゃんがまだ意識戻ってないのよ。私、携帯電話持ってないし、病院から家に電話が来るかもしれないから。じゃあ我慢しろ。俺は明日も仕事なんだよ。電話切るときは静かに切れ。ごめんなさい。無言電話がかかってくるようになったのは、年が明けてすぐくらいの頃からだった。必ず23時を回った頃に無言電話がかかってくる。携帯電話の普及率は 50% を超えたとこの間のニュースで言っていたが、我が家での普及率もまさに 50%。 仕事で家を空ける夫は持っているが、専業主婦で家にいることの多い私は持つ必要も感じない。利用料金も携帯電話の機種代も高いので、専業主婦には無用の長物なのだ。今祖母が危篤状態なのだが、容態が急変したりした場合は家の電話にかかってくるので、電話線を抜いておくこともできない。夫とはお見合い結婚だった。平成になってから結婚したが、昭和肩気な人で9歳年上なこともあり、私には発言権が与えられなかった。父の会社の取引先の担当者だった彼をうちの父が見初めてのお見合い結婚。父のいる前ではこんな態度を見せないが、家では普段飯、風呂、寝るくらいしか会話がない。三つ子さん、それ警察には届けたの？ええ、言いに行きました。でも。なるほどね。毎晩23時に無言電話が来ると。どこからかかってくるのかわからなくて。ナンバーディスプレイでも使ったらどう？ええ、主人にも言ったんですが、まだ使える電話をそんな奴に屈して買えるなんて、負けに等しいからって拒否されました。それで警察に来たと。はい。逆探知とか調べたりとかしてもらえないんですか？例えばお店の電話に1日100回くらいかかってきたら、それは営業妨害になるから調べるけど、1日1回なんだよね。寝てる間は電話線抜くってのはどうかな。真夜中に電話なんてかかってこないでしょ。ああ、ごめんね。それじゃ、おばあちゃん、どうしたの？警察の言ってることももっともだわね。ただ2ヶ月前から祖母があまり具合が良くなくて、危篤状態から回復してまた危篤に陥ってなんてことを繰り返しているから、夜電話線を抜くのをやめてるんです。あ、そうだ、私この間新聞で見かけたのよね。あのサービスがちょうどいいんじゃないかしら。ちょっと家で待ってね、古新聞探してくるから。あったあった、このサービスよ。ナンバーお知らせ 136？ 一番最後にかかってきた電話がいつどこからかかってきたのかわかるサービスらしいのよ。でもうちナンバーディスプレイ対応してないし。ここ見て、事前の登録不要、1回30円で使えるって。それならうちでも使えそうですね。さあ電話急げよ。前回かかってきた電話はその例の無言電話？多分それ以降にはかかってないと思います。じゃあかけてみてよ。なんだかワクワクしてませんか？だって事件の匂いがプンプンするもの。ただの嫌がらせだと思いますけど。じゃあかけてみますね。そのサービスは136番を押し、ガイダンスの後1を押す。すると最後にかかってきた電話の日付と番号を教えてくれる。2月13日午後11時5分に03123456から着信がありました。どうだった？そんなはずは。つい昨日かかってきたのに2月13日午後11時5分って。今11月よね。ちなみに番号に心当たりは？ないです。かけちゃえ。でも旦那さんより先に解決しちゃいなさいよ。
一人では絶対にかけないけれど、お隣さんもいるしと思い、恐る恐る先ほど聞いた番号をプッシュした。すると、この電話番号は現在使われておりません。なんで？ほほほほほ、なんかねえ、故障じゃないかしら。それじゃあそろそろお昼ご飯の支度があるから、失礼。忠雄さん、帰ってきたばかりで申し訳ないんだけど、この番号に見覚えありますか？ダメ元で番号を見せる。すると、みるみるうちに顔色が真っ青になった。知らん。何のことだ？この番号、無言電話の相手の番号なんです。しかも、かかってきた日時は2月13日午後11時5分。うわぁ、そんなわけはない。絶対に何かの間違いだ。何かご存知なんですね？忠雄さんですね。この女性、幸子さんをご存知ですね。俺は何も知らん。違う。でも、絶対に生きてるわけは。やっぱりお前か。今のは自白だな。とりあえず、署まで来てもらおうか。後で分かった話だ。夫は幸子という女性と不倫していた。バレンタイン前夜、奥さんと別れて再婚してくれなきゃ、不倫関係をバラすと言いながら、我が家に電話をかけようとした幸子をとっさに殺めてしまったとのことだった。あの電話はきっと、殺された幸子さんの執念で、かかってきたのだと思う。はい、おしまい。花ちゃんやっぱり寝ちゃったわね。ちなみに令和6年1月、このサービスは終了するそうよ。自宅の固定電話に正体不明の相手から無言電話がかかってきている人は、今のうちに確かめておくといいかもしれないわね。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢。